皆さんこんにちは、個別指導塾救済塾所の小林です。笹川です。今日の企画なんですけれども、旧帝、宗慶、特起、そしてマーチですね、こちらの2023年度河合塾の最新偏差値を見てみたということで、南下した大学と以下した大学を一気に、さらってみようというコーナーでございます。まあ、毎年ですね、5月ぐらいに河合塾さんがですね、最新の偏差値を出してくださいます。で、昨年度と比べて、大体その河合塾さんで 2.5ですね、上げたり下げたりするんですね。そもそもの偏差値が 2.5 刻みなので、皆さんが模試を受ける偏差値はバラバラに出ますけど、大学の偏差値は 2.5 刻みで出されているので、大体ね 2.5 上がった下がったっていうケースが多いんですけれども、ですので今回は旧帝、東起、あと宗慶、上里まで入ってますね。あとはマーチね、こういった大学についても一気にですね見てみたいというふうに思います。もちろんね、カンカン同立とか日東駒線も分析したかったんですけど、かなりね、もう今言っただけでも超大量に渡りますので、今回はちょっとはしょらせていただきました。で、実際はね、特殊な入試方式だったりとか、あと皆さんがあまり使わない方だったりが、変化している部分もあるので、一応ね、各大学ざっと見ますけれども、その上でね、ちょっとピンポイントで解説をしていきたいなというふうに思います。はい、ではまず旧帝から見ていきます。こんな感じになっています。はい、一応旧帝一校という括りで出してもらったんですけれども、東大とか、東工大に関しては、あと京大とかかな、変化がほとんどないということで、主な変化としては、北大、東北大、あと一橋一校だけね、であと名古屋、阪大、九大という感じになっております。はい、で、基本的には 2.5 刻みの変化なんですけど、軒並みどうですかね、下がっているところの方が多いって感じですかね。そうですね、全体的には下がっているところが多いです。そうですね、国立大学の出願者が減っているみたいな話、ちょっとね、以前もありましたけれども、少しその変化が反映されているのかなとは思います。ただじゃあこの 2.5 下がったから受かりやすくなったかっていうと、そこまではねちょっと言えないかなというふうに思っていて、むしろ上がっているところですよね。例えば名古屋大学でも、3つぐらいの、学科で、上昇が見られていますし、あと他にもね、難しい学部学科はありますので気をつけてください。で、特に注目するとしたらどうですかね。例えば、名古屋大学の医学部、医学科ですかね。ここね、ちょっと倍率が下がったということで、動画でもちょっと取り上げましたけれども、偏差値もちょっと下がっているという状況です。ただ、医学部なんで、こうなると逆にまた人が殺到して、また上がるってこともあり得るので、別に油断はね、しないでいただきたいなというふうには思います。はい、あとはね、結構学部も、特にこの学部がダメとかでもないですよね。結構バラバラって感じですよね。C っていうのは看護系がちょっと下がっているところ多いかなって感じです。ですけどね、別に他の大学も全部看護がって感じでもないからね。はい、だから結構普通に経済とか下がったところもあるので、特別なんか国立、旧帝一校の中でこの学部が人気がないとかってわけではないかなという気がしました。はい、はい、じゃあ次ですね、特起いってみましょう。はい、特起はこんな感じになっていますね。はい、どちらかといえば下がっているところが多くて、特に筑波と神戸に関しては全て下がっていますね。そうですね、一応特起皆さんも知っている方も多いと思いますけれども、筑波大学、お茶の水女子大学、千葉大学、神戸大学、横浜国立大学になっていますので、一応全大学、一応その上下あったわけですけれども、お茶所とか横国はあまり変化が、あまり多くはなかったという形ですかね。はい、でどっちかというと、筑波大とか千葉大とか神戸大が比較的多かったというような印象になっております。はい、ただここもですね、特にこの学部がっていう感じではないんですよね。そうですね、つなぐ上がったところとか下がったところないですからね。そうですね、であとはちょっと千葉大の一部なんかでは上昇しているところもあるので、この辺受けたい人はね、油断せず取り組んでいただければと思いますし、下がっているところもあくまで 2.5 なんで、確かにね、下がってはいるんだけど、 62.5 から60とか65から 62.5 だと全然油断ならないので、そこはね、きちんと油断せず勉強を進めてもらえればなというふうに思います。はい、はい、でここから私立大学ですね。まずじゃあ宗慶、行ってみましょうか。宗慶上里ですね。はい、宗慶上里に関してはこんな感じになっていて、はい、ちょっといっぱいになるんでね、ちょっと早稲田となんかどっかで区切って出してもらえればと思うんですけどね。はい、まず慶応に関しては変化がありませんでした。うん、で早稲田に関しては下がっているところが多くて、整形でも70から 67.5 になっていたり、で特にこちら人間科学部の人間情報科学科の文系ですね、こちら2ランク下がっていますね。そうですね、なので早稲田の中でいうと、上がっているところ、教育とか多分ね結構抑えで受けに行った人のねあれで倍率とか難易度が上がっている可能性もあるんですけど、この辺りが上がっているというのはあります。はい、一方で整形なんかはね結構受けやすくなっちゃってるんで、国立の人からすると、はい、そうすると70切っちゃうのも致し方ないかなという印象ですかね。はい、はい、で上智ですね。はい、上智大学は上がっているところもあれば下がっているところもあるといった感じで、結構学科によって差が広がったっていう感じがします。
しますね。そうですね。例えばあの外国語学部英語学科の協定の併用型なんていうのは 2.5 上がっていたりとか、はい、他にもねイスパニア語なんかは上がっているというところでやっぱり油断ならないですね。はい。で特に変化が大きかったのが経済学部とあと理工学部ですね。こちら2ランク下がっていますね。うん。まあ、ただティープ利用の形なので、まあ、こちらねまあそんなにたくさんの人がティープ利用で受けるわけじゃないとは思うんですけども、まあ、変化が見られた。多分だからどっちかというとあの立教とかでね、まあ、英検とか受けたい人の方が多かったんじゃないかな。はい。まあ、ティープとかはちょっともしかしたら避けたのかもしれないですね。その辺はちょっとね、はい、僕らもあの全受験生見てるわけじゃないんで分かんないですけど、まあ、その印象は少しあるというところですかね。はい。まあ、ただ上がってるところもあるんで油断はせずというところですね。はい、はい、では続いて理科大を見ていきます。理科大に関しては、まあ、こちらも上智と同じで上がっているところと下がっているところあるんですが、まあ、特に注目なのがこの理工学部の情報学部、うん、あと工学部の情報工学科ですね。こちら偏差値 65、62.5 とかなり高くなっていますね。うん、やっぱり情報系の人気で偏差値が高くなっているっていうのがあると思います。そうですね。結構まあ理科大なんかは上がってるとこ下がってるこ半々ぐらいなんで、大学全体としての難易度っていうのはほとんど変わらない状態なのかなというふうに思います。はい、はい、では次にマーチに行ってみたいと思うんですが、まずは明治大学ですね。はい、まず明治大学はこんな感じで、まあ、全体的には下がっているところが多いですよね。まあ、62.5 とか65編もある学科が多かったんですが、結構落ち着いたかなっていう印象を受けます。そうですね。ただ結構あの全学部とかもあるので、じゃあそのこんだけ全部並べて全体的に落ちてるって感じなのかなっていうと、また微妙なラインだったり、はい、まあ、落ちたとはいえさっきも言ったように偏差値 62.5 だったりするんで、まあ、油断はできないですよね。はい、はい、あとは普通に上がってるところもありますので要注意。特に理工だって言って受けに行くんだけど、理工も見ていただくと下がってるところもあるんだけど上がってるところもあるんでね、はい、うん、そういうところはやっぱり注意かなというふうに思いますね。はい、で特に農学部が、ね、全学部が 62.5 とかなり高くなっていますね。うん、気をつけましょう。はい、では次に青学ですね。はい、青学に関しては、こんな感じになっています。まあ、こちらも明治と同じで、まあ、下がっているところが多いかなという印象ですね。うん、で特に下がったのが、文学部の史学科と文学部の比較芸術学科と、法学部の法学科です。こちら2ランク下がっていますね。はい、そうですね。史学科と比較芸術学科は全学部ですね。はい、であとは法学部についても、協定の個別の B 型ってことなんで、ちょっとまあ注意は必要ではありますけども、まあちょっとその辺はね偏差値5下がってるんで、かなりまあ受験生が回避してしまったのかなという印象がありますね。はい、やっぱりあの青学は独自問題というかね、あの入試の独自性が非常に強くなっているので、ちょっと受験生からあのこの2022年度入試ではかなり回避される傾向が、まあ、強かったなというのが正直な印象で、まあ、別の動画でも喋ってますけどね、その印象がかなりあります。はい、はい、じゃ次に立教ですね。はい、立教大学はこんな感じになっていますね。まあ、明治青学は下がっているところが多かったんですけども、立教に関してはまあ半々かなっていう印象ですね。うん、特に2ランク上がったところが、法学部の国際ビジネス法学科で、こちら 57.5 から 62.5、もともと去年が低すぎたのかなという印象を受けるんですけども、それでも2ランク上がっていますね。そうですね。結構その立教はですね、全学部型のもう入試に切り替えつつ、あと英検をねすごく採用しているので、結構もう英検でハイアベレージというか、その高い点数を確保した上で、まあ、受けに行ってるっていう人も結構数が多いと思います。はい、まあ、そうなると結構ね、あの難しくなっちゃうというかね、ハイレベルじゃないとなかなか受からないっていう人も多かったのかなという印象がありますね。はい、まあ、正直そうですね、結構上がっている学部も多いので注意をしていただければなというふうに思います。はい、はい、では次に中央大学ですね。はい、中央大学はこんな感じになっています。はい、まあ、中央に関しても全体的には下がったところが多いですね。そうですね、ちょっと下がり目が多いかな。はい、で特に2ランク下がったところが総合政策学部の政策科学科ですね。こちら、まあ、62.5 から 57.5 となっています。うん、そうですね。こちらの共通型と一般型があるんですけども、あの一般型の方が5下がったという形ですね。はい、はい、まあ、あとはね、あの全体的に少しちょっと下がり目で、結構偏差値60でこう保ってたところが 57.5 になっちゃった学部学科っていうのもありますので、まあ、この辺ね、まあ、来年どうなるかですよね。やっぱりこうマーチとかって志願者が多いので、まあ、60切ったぞってなると結構そこに流れ込んで逆に上がっちゃうってケースもあったりするので、まあ、注意はしてほしいですけども、まあ、チェックはぜひしておいてほしいなというふうに思います。はい、はい、でマーチの最後ですね、法政大学を見てみましょう。はい、法政大学はこんな感じになっていますね。まあ、こちらは立教と同じような感じで、まあ、上がっているところと下がっているところがあるかなって思うんですが、まあ、でもどちらかといえば上がっているところが多いですね。いや、そうですよ。これもう法政大学はね、逆襲が始まりましたよね。はい、でこれなんでこうなっているのかって話をするとですね、はい、やっぱりあの青学とか立教が独自性の強い入試形式に切り替えていってるんですよね。はい、特に青学はその色合いが強いですよね。そうですね。そうするといわゆる例えば英語、国語、社会をとりあえず、まあ、塾行ったり自分で独学したりして勉強した人が受けにくくなってるんですよ、はっきり言うと。で例えば立教も、まあ、英
英検、別に英検絶対受けなきゃいけないわけじゃないんだけども、共通テストで満点取るってなかなか難しいんで、じゃあ、まあ英検19取っちゃった方が早いのかなみたいなことも多いんで、そうすると、やっぱ英検取りきれなかった子からすると、やっぱ受けにくいですよね。そうなるとやっぱ中央法制なんですけど、やっぱ近年結構立地を優先する人が増えてて、ね、まあ、もちろんね、両方ともいろんあのキャンパスいくつかあるものの、やっぱり法制は一概キャンパスってイメージが非常に強いですから、やっぱ一概キャンパスね、立地めちゃめちゃいいですからね、あそこに通いたいぞっていう人が、まあ、多いんじゃないかなというのが個人的な印象 で、逆にやっぱりなんかこう、まあ、なんとかマーチに行きたい人ってやっぱ世の中多いじゃない、はい、ってなると、まあ、イメージですよ、ただのイメージなんだけども、まあ、一番法制が入りやすいのかなって感じで法制に出した人が結構こう多かったのかなっていうのもありますよね。確かにそうですね。で、実際じゃあこれは核燃現象なのか、つまり法制上がったけど来年下がるのかっていうと、僕は違うと思ってるんですよね、はい、法制人気まだまだ続くと思うので、まあ、来年また偏差値が 2.5 上がるかは分かりませんけども、まあ、正直この上がった 2.5 上がった偏差値でちゃんと戦うぐらいのイメージで、問題を解きに行った方がいいかなと思うし、まあ、受けたい人はねしっかりとやっぱ過去問分析しないとね、なかなか取りにくくなってるんじゃないかなというふうに思いますね、はい。まあ、かなりの学科にわたってプラス 2.5 になってるので、ここは注意をしてほしいなと思います、はい。で、ここまで見てきて全体的なまとめなんですが、まあ、全体的にそれまで人気だった国際系とか情報系学部の偏差値の高騰はちょっと落ち着いたかなと。まあ、理科大は結構上がってましたけども、まあ、それでも、まあ、他のところを見ていくと、まあ、ちょっと落ち着いたところが多いのかなというふうに思います、うん。で、あと大学としても、まあ、近年偏差値が上昇傾向だった明治とか青学はちょっと落ち着いたかなという印象を受けます。そうですね、はい。あとはマーチは法制が上昇したことを除けば、まあ、一昨年の偏差値とか序列にちょっと戻ってきたのかなという印象を受けますね、うん。ただちょっと青学がねだいぶ下げてるよね、はい、そうです、うん。だから元の序列なのかどうなのか、青学の独自路線がどうなるかですね。ただ独自路線が定着しちゃうと安定するんですよ。そうなんです。そう。だから経営を皆さんね、変化なかったでしょ、はい、なかった。そう、やっぱあれは独自路線貫いてるからやっぱ慶応に行きたい人が慶応を受けますからね。そうするとやっぱこういう偏差値の影響っていうのはあまり、まあ、受けにくくなるんじゃないかと思ってて、多分青学さんとかはそっちを狙ってるのかなって気がするけどね、まあ、そこが定着するかどうかが、まあ、今後の戦略になってくるのかなと思います、はい。ただ、まあ、それ大学側の都合を言ってもしょうがないので、まあ、受験生の皆さんはねしっかりとこのデータ見てくださいね。やっぱりどうしても学校の先生とか塾の先生でも印象論でね、あの学校でしょ偏差値いくつだよって言っちゃう人多いんだけど、実は蓋を開けてみるともしかしたら皆さんが受けたい学科がプラス5とかになってて、あれ超むずくなってないとかあるわけですよ、はい。で、実際河合塾さんって 2.5 刻みで設定するじゃないですか。で、まあ、僕はね別に設定する権限なんてないんだけども、やっぱ 2.5 はちょっとねワンステップ上がったって感じじゃん、はい。で、5を上げるって相当2ステップ上がったって相当なことなんですよ。そうですね、はい。で、実際ね、例えばじゃあイメージですよ、4ぐらい、4か3ぐらい違うなってだったらどうしますかね。いや、ちょっと5を上げづらいですよね。はい、もうきついですね。ってことはやっぱり明らかに5以上上がった感覚、下手したら6とか7とか上がっている感覚があるから5を上げるってことなんで、実はこの5って相当な違いなんですよね。そうです。あとは下手すると5を上げてないけれどもプラス 2.5 なんだけど、感覚として実は3とか4ぐらい上がってるかもしれないってところも隠れてるわけですよ、はい。なのでそこ本当に要注意してほしいんですよね。だ、あの何を言いたいかというと、別にねこういう表を見て、ね、あの簡単なところに出すとかそういうことが言いたいわけじゃないです僕らは。ただここちゃんと見て自分の志望校がどういう状況なのか、ね、ちゃんと見た上で勉強をどんどん頑張って過去問とか分析して合格をつかみ取ってくださいということが言いたいので、ぜひ、ね、これからの受験勉強を頑張ってください。はい、というわけで本日の動画は以上です。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。はい、よき教室コーナーです、はい。合格者の平均偏差値を見ると河合塾さんの偏差値って実態を全く反映できていないように思えるのですかという質問なんですが、まあ、難しいですよね。その結局5月とかに河合塾さんは公表してくださってるんで、まあ、要は受験生のデータを、まあ、ほぼそのまま受かった子落ちた子 その中間というかその真ん中のラインですよね、それを偏差値っていうふうに置かれているので、ただ厳密に言えばどんなふうにやったって計算上ね、そのなんていうかな、偏差値のズレって出るじゃないですか。それを 2.5 でしかも表すって決めてるんで、まあ、ちょっとだから厳しいですよね。だから 62.5 の大学ってみんな同じ難易度なのかって言ったら結構違いあったりしますよね。この大学は結構62ぐらいなんじゃないのとか64ぐらいなんじゃないのみたいな大学って結構あったりするんで、でそこの、まあ、あのところを結構慣らして表現をされているので、まあ、河合塾さんの偏差値が、まあ、全く実態を反映できてないとまでは言わないですけど、まあ、やっぱりその 2.5 刻みにしている以上難しさっていうのはあると思います。ただ何度も言うんですけど、その
同じ偏差値だからその実態がどうだったかとかどうでもいいですね、はっきり言って受験生の方からしたら。大事なのは大体の目安を見つけるってことと、で同じ偏差値 62.5 の学校でもやっぱ過去問の方向性とかが合う合わないとかあるじゃない、それをちゃんと分析してるって話なわけですよね。だから例えば 62.5 と 67.5 の、ね過去問だったら明らかに違うじゃん、レベルがね、そもそもレベルが違う。だけど 62.5 の中でも合う合わないとかあるはずだから、で自分の行きたい学部学科とかを選んだ上でこういうところで志望校選択とか併願校選択をしてくださいねっていうものですから、まあ、別に河合塾さんが悪いってことはないと思いますけどね、はい、ぜひね参考にしていただければと思います。今日の話は以上です。